サイアム駅は、太陽国のバンコクとパトゥムワンクにあるバンコクスカイトレインの駅。駅番号は、県バンコクスカイトレインの中心駅で、スクムウィット線とシーローム線の2線が乗り入れている。バンコクの交通網の中心であり、サイアム自体もバンコクの中心地域の一つである。その他、バンコクメトロオレンジラインが当駅に接続する予定がある。 U4 階ホーム高式4層構造で、地上部分はラーマ一世通りとなっている。2階部分は改札、連絡通路となっており改札口前後のスペースは、スカイウォークと呼ばれる自由通路として使われている。特にラーマ一世通りの歩行者の横断は容易ではないため、ペデストリアンデッキとしての役割も大きい。サイアムパラゴン2階のフロアやセントラルワールド、 チャルームクルン交差点、チットロム駅に直結している。ホームは2層の島式ホームで構成され、対面の理解が可能になっている。U3 階は1番スクムビット線オンヌット駅、京阪駅方面、3番シーロム線、サパーアンタークシン駅、オンビアンヤイ駅、バーアンワー駅方面ホームとなっている。4階部分は2番スクムビット線パヤータイ駅、サパーンクワーイ駅、 クーコット駅方面、4番シーロム線、サナームキラーヘンチャート駅行きホームとなっている。当駅は、他の多くの BTS の駅と違い島式ホームとなっているため、強風防止の壁がなく、これまでに強風やラッシュ時間帯の混雑等により、線路への転落事故が多発していた。これを受けて、当駅は両線に、稼働式ホーム柵が設置され、2014年より、稼働した。 駅周辺のサイアム地区全景駅直下のラーマ一斉通りには各社路線バスが運行されている。15、16、16、21、25、25、48、54、73、73、204、501、508、532。ありがとうございます。